吉田正勝は日本の政治家、元奈良県山和高田市長。1969年3月、山和高田市立高田商業高等学校卒業。同年4月、種類販売業に従事。20代後半の時、市内で組織された奥野聖介衆議院議員の支援団体の青年部立ち上げに参加した。その後、青年部長も務めた。 2003年4月27日に行われた大和高田市長選挙に自由民主党の推薦を受けて出馬し初当選した。投票率は64.78%。2007年、無投票で再選。2009年5月1日から2011年4月30日まで奈良県市長会会長を務めた。2011年、参選。2015年、無投票で4選。 2019年の市長選は出馬せず引退。2021年、朝日小受賞受賞大和高田氏は、2013年度からの指導工事に伴って住民の立ち退きや商店街のアーケード撤去を保障する事業2件を国から約3200万円の交付金を受けて実施した。2014年度末までに完了しなければならなかったが、市は未完了のまま、 2015年6月、完了したとの虚偽報告を県と国に言った。同年8月3日、県の検査により、大和高田氏は未完了を指摘される。8月12日、同志担当課は吉田に報告するも、虚偽の報告書を県と国に提出したことは吉田に伝えなかった。9月3日に、事業はようやく完了。翌9月4日、吉田は県に報告。 その際、県から指摘されて、吉田は初めて虚偽報告を行ったことを知る。同年の12月議会において市は交付金返還のための補正予算案を提案。しかし虚偽報告に関する説明は、議会では行われなかった。国の命令を受けて市は2016年1月までに、延滞金を含めた約3680万円を返還。同年2月25日、 市はこれら一連の事態を初めて公に発表した。市は担当職員4人を言給の懲戒処分にし、吉田と副市長は給料の20%を2ヶ月間自主的に返納することとなった。同年3月22日に行われた市議会の調査特別委員会において全22件の書類のうち6件に応印された市長公印については、 婚姻の使用記録がないことが判明した。ありがとうございます。